はい、どうもグリです。トリクルやっていきましょう。ということで今回は決勝戦入るに新コロシアムですね、やっていきたいなと思います。でサムネにもあった通りですね、今回のパーティーはロマン砲を撃つという編成になっております。なので安定攻略を求める方に関しては、一応ですね、その決戦半国のところに勘十郎で、スロット変換要因ですね、最後ので、即のレオのところに関しては即の自由の、軽減もしくは遅延ですね。で遅延ってなると半国になってきてしまうんで、一応ですね、そのコロシアムのアルビダの軽減でも攻略することはできたんで、で立ち回りはほとんど一緒なので、早速このパーティーで行ってみたいなと思います。はい、ということで1回目で、今回からですね、結構道中の恐竜とかもバリアを張って出てくるんですけど、比較的でもこういうキャラがいることによって単数は稼ぎやすいのかなと思います。で、このパーティー、そのロマン砲っていうことで、800万以上叩き出すのに、サボを4回で発動して2段階目を、ハイルディの1ターン目に当てると、そんな感じなので、ルフィが一応ですね、2段階目が溜まるように4回に行かないといけないんで、それを貯めつつ進んでいきたいなと思います。で、一応ですね、3回の敵キャラ、サボ、セニョール、あとはレオかな、でどれが来ても一応対応はできるんですけど、安定の場合だと先ほど言ったフェスゲンハンコックと、あとは勘十郎ですね、それを入れると、最後も安定するしっていうところですかね。でまだ正直ちょっと暫定版になるので、もう少しいいパーティーがあればね、どんどん動画上げようかなと思ってるんですけど、ちょっとここでカメさんでターンを稼ぎます。でフレンドさんスキルまでないルフィをお借りしてきました。はい、セニョールで、セニョールがね一番ねやってて厄介だったと思うんで、ちょうど良かったんですけど、結構ねこの後も割合ダメージがねえぐいんですよね。でサボ、最初一番めんどくさいのサボかなと思って、回復無効で、サボちょっと嫌ってたんですけど、サボがねあんまり気にならない、むしろセニョールが正直きつい。このパーティーだと4回若干のスローンが必要になるので、800万を出したいっていうその目的のためですね。でスロット封じ右側されるんですけど、とりあえずザコをちょっと攻撃しときます。でできるだけ左の3人のここスロットを温存したい。ここで来てくれれば、お、来ました、 OK です。じゃあルフィ撃って、で周りのねザコを少し残しておく方がむしろいい、ワンパンしたい場合は。はい、でサボ使って、でここで、パーフェクト出して次に持ち越す感じになるので、ここでタップをミスってしまうとやばい。よいしょ、はい、 OK です。これでサボのエンハンス持ち越しになるので、でもういきなり仕掛けます。シャンクスでハンコック、チェーンケース固定ですね、 2.5 の固定を打っていきます。これでタップを見せらなければ、よいしょよいしょよっこいしょー、これでいってる、よし、いってますね。880万、素晴らしい。ものすごい火力が、で一応勘十郎など入れた場合に関してはサボをボス戦でまず使うので、4回に関しては、ルフィだけで突破する感じですね。おお、攻撃ワタアメ2つありがとうございます。結構ねこのもう周回がだいぶめんどくさいんですけど、周回頑張ってね集めようと思ってますので、一緒に頑張りましょう。でその先ほどの勘十郎のパターンに関しては、勘十郎で最後スロットを調整するので、スローンが必要ないっていうところで、その代わりでも 2ターン最後ボスかかってしまうので、どっちを取るかですね。正直スロットになってしまうんでこれはあんまりおすすめできないんですけど、一応ロマン砲ということで動画撮ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。それでは。